ぎさに、なぎさに埋めた恋は今でも忘れないよ。涙が涙が溢れ出し、心焦がしたあの瞬間。街では何気ない時が刻まれて、噂のあいつのこと、夏の終わりに空を見上げると逆に青すぎる。そんな時には奴はいないよ。こんにちは。時刻は15時を回りました。11月の2日水曜日、シーウェーブアスリート応援番組、せーの、アスラジー。番組パーソナリティのしーちゃんこと栗原志保です。よろしくお願いします。はい。そして、はい、アシスタントのいつみこと水野いつみです。よろしくお願いします。いつみ。アシスタントのゆっきーこと石川ゆきひろです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかみんな今日テンションおかしくないですか？なんかずれな感じがしたんですけど、なんかありました？大丈夫ですか？今ね、ここにね、落書きっていうか色をつ前の番組で色を使ったんだなっていう跡が残ってて、あ、ちょっと意識を持ってかれちゃったんですね。あれ外れた。なんかハロウィンかな。多分ハロウィンの。いつみさんはハロウィンを意識した服ですか？全然。あ、全然。そんなわけじゃない。全然そんなわけじゃないけど、なんかたまたまこうなった。さっき上着脱いでるとこ見て、あーと思ったら違うんですか？うん。違かった。全然意識してなかった。違かった。今年ハロウィンね、あのかぼちゃになったよ。あ、そうなんだ。後で写真をぜひ拝見させてください。うん、ぜひぜひ。ハロウィンはどうでした？私はあのバニーガールになりました。バニーガールでライブをしました。おお。あ、そうか、ライブやったからだ。あ、そうですそうです。それで来ました。何もやってない。はい、じゃあハロウィンの話はもうやめようかな。今週どうでした？1週間。だからハロウィンが。ハロウィンが。だけですかね。他はないですかね。何もなかったね。結局ちょっとそこに戻っちゃったね。ハロウィン早々に切り上げるから、うん、なんかしょうちゃんあったのかなと思って。私は、まあ、特にはないんですけど、うん、あのなんか私来た時点で就活とか言われたんですけど、ね、就活ではありません。あ、ちょっと根に持たれて。はい、根に持ってます、ね、すごい根に持たれて。就活してません。すごいスーツっぽい就活っぽい感じの、うん、コートというかジャケットを着てたから、そうそうそう、ちょっと就活っぽいねって言ったら、なんかそれが尺に触っちゃった。あら就活では難しいな。ありません。女心って難しいな。難しい。そんな難しくない。別にそんな怒ってるわけじゃないんです。全然就活はしてません。じゃあ普通になんか OL さんが入ってきたと思ったから、いや、ちょっとなんかだからちょっと大人っぽい感じ、ね、あー、 OL さんって言っておけばよかった。あ、大丈夫大丈夫、気にしないで。はい、次行きましょうか。就活生って言ったのが間違いでした。ちょっとね、就活は今してませんので大丈夫です。はい、さて本日のアスリート応援番組アスラジは、10月22日29日に無事に閉幕した日本野球指導者協会主催第3回フューチャードリームカップの特集として、全試合の結果や表彰、当日の雰囲気など様々なことをお伝えできればと思いますので、50分が最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、また番組では応援質問メッセージを受け付けております。はい、番組への応援質問メッセージはこちらの番ごめんなさい、どうした？急に思い出し笑いしちゃった。え、最近多い。急にちなみに今何を思い出して笑ったんですか？この前ちょっと打ち合わせしまして、はい、なんかすごいちょっとアスラジの打ち合わせみたいな感じで、番組をどうより良くしていこうかみたいな、そんな打ち合わせがあったんですね。して、うん、これやったらいいんじゃねみたいなふざけた話がどんどん出てきて、それを今急に思い出した。やっていただいて大丈夫ですよ。なんかハイヒールで履いて卓球やるとかわけのわかんない、あ、そういう企画系ですね。とりあえずメッセージ、はい、お伝えしましょうか。はい、メールアドレスは、senju@cwave 千住@cwave.jp です。はい、
はい、皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしてます。お待ちしております。はい、それでは本日1曲目に参りましょう。はい、衝撃女アイドルユニットサンパチナグリーズで、あなたの好きなシェイクスピア。ジュリエと思い出す、あなたの隣。
衝撃女アイドルユニットサンパチナグリーズで、あなたの好きなシェイクスピアでした。はい、改めまして本日のアスラジは現在開催中、開催中じゃない、もう終わった、無事終わりました、本日のアスラジは無事閉幕いたしました。日本野球指導者協会主催第3回フューチャードリームカップ特集として全試合の結果をご報告いたします。はい、まずは1回戦目から見ていきましょう。22日に行われた試合の詳細は先週ご報告いたしましたので省略させていただきます。 YouTube にアーカイブがございますので、詳しくは10月26日の放送をご覧ください。カタカナでアスラジと検索していただければ見れますので、ぜひぜひ検索お願いします。はい、それでは参りましょう。まずは第1回第1試合はフェデ対ミリタリーベースボールパシフィック USA の試合となりました。言えますよ、もう大丈夫もう大丈夫だいぶ練習しましたからね。はい、結果はまず13対2でフェデの勝利です。はい、で1回戦の第2試合ですね、こちら川口球友クラブ対東京足立ドリームスの試合が、川口球友野球クラブの不戦敗により東京足立ドリームスが勝利し2回戦に挑みました。そして今大会から初の試みである敗者復活戦、こちらがミリタリーベースボールパシフィックジャパンジャパンじゃないよジャパンじゃないよ、ミリタリーベースボールパシフィック USA 対東京足立ドリームスの組み合わせとなり、結果は13対1で USA が勝利し、見事準決勝に勝ち進みました。はい、そしてここから29日の結果です。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、はい、2回戦のこと言うの忘れてました。フェデ対東京足立もありましたね。そうですね、はい、うん、で東京足立対、フェデは5対0でフェデが勝ちました。はい、ごめんなさいね、失礼いたしました。そうですね、盛り込み忘れました。はい、でそこまでが22日ですね。はい、スライド出るんですよ、すごー、うん、進化してますよアスラジ、すげー。はい、では29日の結果の方に移りたいと思います。はい、まずは準決勝第1試合がミリタリーベースボールパシフィック USA 対武蔵野野球クラブの試合からですね。はい、はい、武蔵野野球クラブはまず初回に4番の若木の犠牲フライで1点を先制しますが、その裏アメリカの攻撃で2番のアンソニー、4番のトッドのタイムリーで逆転を許します。うん、しかし武蔵野も負けじと2回表に打者一巡の猛攻で4点を奪い再びリードをいたします。しかし3回裏にエースの2校が崩れ、3者連続の四死球や味方のエラーなどが絡み5点を献上すると、続く4回には USA 打線につかまり一挙7点を奪われ KO、 終わってみれば大会規定の5回コールドで14対5で USA が圧倒しました。はい、これにより USA が決勝戦へ進出、敗者復活戦からの優勝に一歩近づきます。はい、はい、続きまして準決勝第2試合、こちらがフェデ対ゴールドジム、ゴールドジムの試合となりました。まず先行のゴールドジム、こちらが初回から2本のヒット、そして相手のミスからの隙をついて初回になんと4点を先制します。その後は両チームともランナーやチャンスは作るものの、あと1本が出ずにゼロで競り合って、そしてゴールドジムが6回に3点を追加し、7回終了時に大会規定の2時間ルールによりタイムアップ、7対0でゴールドジムが勝利いたしました。しかしゴールドジムにアクシデントが発生、ね、しかし、はい、この試合に勝利して決勝戦に駒を進めたものの、実は選手たちがちょっとお時間がありましてスケジュールによって決勝戦をゴールドジムが辞退し、フェデに勝利を譲るという展開になりました。これにより3位決定戦が武蔵野野球クラブ対ゴールドジムで、決勝が USA 対フェデという組み合わせになりました。予想外の展開でした ね、 したねまさかちょっと実行委員側としてもえって感じですよね、っていうざわざわってなりましたからね。あのしかもなんだ、
圧倒しちゃったから。そうですよね。だって7対0で圧倒したのに勝ち譲りますって言われても、いやいや、すごいな。こっちとしてもなんて言い訳すればいいのみたいな。そういうこともまああるんですね。あっちゃいましたね。まあ、今まで生きててなかったですけどね。びっくりしましたけどね。人生初。人生初です。うん、まあでもそんなこんなでね、ちょっと、うん。予想外のこう、ね、そうですね、いろいろなりまして、うん、まあ歴史の浅い大会ならではのことが、いや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 、今ありましたね。いやいやいや、すごいすごい。まだ逆にね、そういうでもそう、ね、何でもあり感があって、うん、自由、最初の方は面白いんではないかと、ね、そうですね、はい、いや、こんな状況に出くわすっていうかなりのレアな体験、うんうんうん、まあきっとね、はい、うん、はい、あ、きっとなんかその今回やった対戦のその組み合わせを見たかった人もいたと思うから、うん、まあ、よかったんじゃないかなとは思いますけども、そうですね、特に武蔵野野球クラブ対ゴールドジムベースボール愛好会、うん、愛好会なんて、うんうん、ね、第1回から出てるチーム同士ですね、そうですね、ぶつかって、まだ対戦ないから、あ、そうなんだ、1回2回ないと思うんで、じゃあ初めて、はい、あら、もうね、武蔵野野球クラブって言ったらもうニコーくんっていう、ニコーくんがね、もうそうですね、まあ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 期待してたんですけど、うん、残念ながら、そうですね、やっぱりね、こうね、その日のこう、そうですね、コンディションとかも来たんだろうし、うん、朝も早かったですからね、そうですね、学生大変ですからね、ね、多分学校終わってアルバイトして、うん、朝早く家出て、うん、来てって、そうですね、皆さん来るの早かったですからね、こっちも準備してる中来てくれたんで、しかも手伝ってくれたんで、先生の皆さんも手伝ってくださったんですね、そう、シート剥がすのちょっと手伝ってくれたりとか、うん、はい、ね、でもいかがですか、初戦とか見てて、一番最初の22日から、はい、いや、もうなんか22日の最初がもう知らないとこ同士で、うんうん、私たち側としても英語のこうウグイスも入れなきゃいけないとか、うん、こう初っ端からこうてんやわんやみたいになっちゃったの で、 そうです、ね、まあ、自分としては本当に反省が多かったんですが、やっぱりこうアメリカのチームが1日目と2日目のこう気合の違いがすごかったじゃないですか、うん、そう、なんか2日目は隊長さんがいらしてたからすごいかったんですよね、隊長さん、隊長が何が何でも初日が実はこう、まあ、任務で主力の大半をまあ書いてた、え、そうなんだ、ですよ、それでも、それでも結構、それでも、うん、もうでも早かったですね、来週やるんだ、みんなでやるんだみたいな、でそれでの29日だったからもう全然別チームみたいでしたよね、うん、気迫が違くて、まあ、元から気迫すごかったですけど、うん、もうすごかったですよ、うん、危機迫るって感じでした、うん、三つ目さんも2試合目第1回戦の 2試合目2試合目はそうやっていただきましたけど、やりましたね、それはまあね、足立がいてユッキーさんの監督姿をそうですね、見れたのがね、ユッキーさんが思い出したらなんかもう恥ずかしい、いやいや、かっこよかったですよ、うん、かっこよかった、かっこよかった、ベンチで戦ってるっていう感じが、そう、うん、顔笑顔笑顔, 笑顔そう、それがねやっぱりこう印象的で、うん、ありがとうございます、やっぱいつもの、ね、姿とまたちょっと違う、そうですね、久しぶりにユニフォーム着たんで、あのユニフォーム、でもなんか今回のこう試合を通してすごいちょっとなんか言葉が悪いんですけど、はい、なんかユッキーさんの成長を感じたというか、成長なんか言葉選び方がすごい良くないんですけどなんて言ったらいいんだ、なんかユッキーさんが一回りも二回りもこう大きくなった感じがすごいして、確かにあの2日間通していろいろ学べたし、うん、心が大きくなった気がします、なんか本当にユッキーさんが別人のような感じにこうなってる感じがして、昔だったら多分プッチンってるんだろうなっていうこともありました、あ、そうだったんですね、あらあら、そんなこともちょこちょこ事故もありましたわ、はい、やだ、放送終わったら聞こうまったりと話しましたね、あ、ね、
あでも素敵な試合でしたね。そうです ね、 もう楽しかったです ね、 楽しかった、はい、本当に天気にも恵まれましてね。そう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 、まあ、ちょっとパラつきましたけどね、うん、最後だけ、うん、閉会式の時だけね、まあ、まあでもねよくね持ちこたえたなっていう、うん、本当に、うん、そういろいろ放送室のみんなには10点差ついたら出るよって言ってたんですけど、うん、結果出なかったですね。あのあ敗者復活戦そうですね。あそっかそっかそっか言ってましたけどね。ちょっと肩作ったんですけど、うん、作ってる最中に抑えちゃって、うん、あじゃあもう俺大丈夫かな。作り始めたら抑え始めてあそういうああってタイミングタイミング、そう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 、ピッチャー俺ってやりたかったんですけどね、うん、ピッチャー俺かっこいい、ピッチャー俺でも10点差で負けてるいやいやいやもうこれ以上は俺が食い止めるぜ、ね、そう俺がやってやるぜって、ね、めっちゃヒーローでかっこいいですよ ね、 ね。しかもでもですねその日の前日22日のバスタブで寝てたんですよ、うん、あ言ってましたね、選手を優先するためにみんなで前乗りをして、うん、そのコーチ他のコーチが暮らしているマンションの一室を貸してくれるサービスみたいな、うん、ところにみんなで泊まって、うん、ベッドが2つ、うんうん、ベッドソファーっていうんですかソファーベッド、うんうんうん、あのカッチャンってなるやつが2つで、うんうんうん、8人はなんとか寝れる。そうですね、うん、いやでも大の男だから、うん、大人だから、ね、体もみんな大きいし、そっか、うん、あと掛け布団ないし、うわあ。で一人が寝袋持ってきたからよかったんですけど、よかったよかった、うん、どうしようってなってそうだね、でも俺出ないからじゃあお前いいよって、クッションクッション2つもらって、うん、腰とここに枕して、うん、ずっとこうバスタブの中で寝るって初めて聞きましたよ私は。でもすぐ寝れました、どこででも寝れるタイプですか。結構眠くなったら眠れちゃう。あそうなんだ、でもお風呂入ってる時に寝ちゃうはよくあるよね。 あるある、うん、で、うん、ズバンってなってハッってなる、うん、そう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 、危うく溺れる。そうたまにちょっと鼻から吸ってしまう時がある痛かったのは膝だけでした。膝？膝がいつの間にかこう上げてたのが落ちてて、あずっと曲がった状態だったので、あつらいそれつらいそっかそっか、じゃあちょっとあまりコンディションよろしくなかったんですね。でもなんかテンションだけは高かったですね。いやでもテンション大事ですね。テンション大事、はい、だってもうユッキーさんの掛け声がすごかったもんね。えよっしゃドゥダーズダーなんて言ってんだろうと思ってよくよく聞いたらよっしゃツーアウトツーアウトって言ってたよく聞き取れましたねそうそうそうちょっと今度翻訳機でも翻訳機ね、翻訳機になりますね。そう、 あ、じゃあ今度そういうの結構あった。携帯ここにかけといてなんかあの、うん、Google のあるじゃないですか、拾えないんじゃないですかね。滑舌悪い芸人さんがやってるようななんかね何になるだろう。そう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 何になるか、じゃあちょっとやってみようかな。次回はそれでやってみましょう。今度やってみます、うん、やってみます。第4回大会でね、はい、はい、ではどんどん行ってみましょうか。はい、続いて3位決定戦です。はい、はい、では3位決定戦は前回の大会覇者武蔵野野球クラブ対ゴールドジムの一戦です。この試合も1回の表にゴールドジムが2番小林の犠牲フライで1回を先制します。で3回にも相手のエラーで1点を追加し2対0とリード。ところが4回の裏にやはり前回覇者ですから武蔵野が意地を見せます。こちらが、連打や相手のエラーにより4点を奪い、なんと4点、すごいですね、4点を奪い逆転に成功。ところが続く5回表に武蔵野投手陣が崩れ4点を奪い返されます。そしてゴールドジムが再びリード。武蔵野クラブも4番三島4番三島2回言ったのタイムリーツーベースで1点を返しますが、まあ、あと1本というところが出ず7回終わった時点でタイムアップ。で6対5、結構接戦でしたね。6対5でゴールドジムが接戦を制し、ね、うん、ゴールドジムの3位が決定いたしました。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、そして続いて決勝戦です。決勝戦はなんと、はい、もうこんな予想外のことが起きると私は思わなかったんですが、うん、まあ、開幕戦と同じカードとなりました、ね、ミリタリーベースボールパシフィック USA とフェデの対決です、はい、はい、先行のフェデが初回から先制をします、はい、フェデの本当に怖かった恐怖の核弾と1番鷲津がいきなり持ち味の俊足を見せます、うん、まず先頭打者で
打席に入ったんですが、うん、空振り三振に倒れたはずが、うん、鷲津の俊足を警戒した力んだ捕手が悪送球、うん、あらで、まあ、出塁をするんですが、その後カバーに入ったライトとセカンドの中継プレーが乱れ、一気に三塁まで到達いたします。思わぬ形で先制のチャンスを作り、うん、その後2番えなりの打席でバッテリーミスが出て三塁ランナー鷲津が生還、うん、フェデが難なく1点を先制します。うん、誰もが開幕戦と同じようになってしまうのかと思っていた中、 USA が、まあ、あの USA があの USA がついに目覚めてしまいます。うわー、目覚めちゃった。相手の四死球と8安打の、うん、まあ、打者一巡半の猛攻で一挙11点を奪い、開幕戦のリベンジに成功。その後4回に USA が2点を追加し万事休す。大会規定の5回コールドで USA が13対2で勝利しました。はい、試合後に USA の、養父コーチ、投手コーチによると、開幕戦で負けたことが選手全員悔しがっていたと、リベンジしなくてたまらないと全員が言っていたとコメントしました。歩きがすごい、はい、すごいな。見事リベンジを果たしたミリタリーベースボールパシフィック USA が大会初参戦にして見事優勝に輝きました。ありがとうございます。ございます。すごい、いや、熱い戦いでしたね。はい、じゃあちょっとじゃあ総まとめだけ話しちゃいますね。はい、これにより優勝にミリタリーベースボールパシフィック USA、うん、準優勝にフェデ、3位にゴールドチームが輝きました。各チームの皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様です。いやー、すごいですよね。最初ね、うん、負けちゃったのに、うん、敗者復活戦で本当復活しましたからね、うん、フェニックスですよ。すごい、初の、ね、だってね、いろいろ総なめにされましたね、うん、初の海外チームでしょ、うん、そうだそうだ。で、敗者復活戦でいきなりやったでしょ、うん、そのまま勝っちゃって優勝、ね、すごい、本当に敗者復活しましたね、はい、かっこいい、かっこいい。もう本当にイライラしてたみたい、選手の皆さん、あ、負けて悔しくて。そうなんだ。もううちの、まあ、代表である中垣と洋服さんもお知り合いで話してたみたいなんですけど、もうどうしてもリベンジしたいから、うん、敗者復活でじゃない、2回戦で勝ってくれと。そうしたらフェデとうちが敗者復活でできるからって。もう悔しくて悔しくて、もうみんなイライラ、本当にイライラ。そうだったんだ。全然なんかそのイライラをその先週、うん、先週というか初回の皆さん、うん、はい、皆さんそんなこうね出してはなかったけど、うん、ね、結構笑顔でイエーイみたいな、うん、始まった途端なんでしょうね、ね、多分ね、うん、いや本当に火ついたって感じでしたね、2日目。本当にそう、オープン戦の時も思ったんです、急に火つくんですよね。そうですね、ぶつかってちょっと交錯しちゃったんですよ、うんうん、その瞬間急にドーンって怒って、その後は何事もなかったみたいな、当たって、あ、ごめんよみたいな、そう、あーって怒ってポンね、でそのまますた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 、あ、怒っちゃって俺みたいな、かわいい、かわいい。そんな感じで一瞬だけ一気に力注いで、あとはもう、いや、やっぱそれってあれなんですかね、こう軍隊の文化なんじゃないですか、向こうの皆さんなのかな。日本はな、日本人のいいところとして諦めないじゃないですか。そうですね、でも向こうの皆さん諦めるけど注ぐときは一気に注ぎますよね。一点集中型なんでしょうね。日本とそこが違うんだろうなっていうのは感じました。いや、でもなんか今回結構そのアメリカ式というかのこうやり方でこう試合の進行したりっていうのをちょこちょこしてたけど、なんかなんだろうな、異文化に触れたなって感じがすごいしました。あ、こうやってやるんだっていうのが。国歌斉唱はかっこよかったですね。ね、かっこよかった。1日目はね、あの試合部でやってらっしゃる高崎由紀子さん、はい、やっていただいて、2日目は、まあ、ちょっと外部からあのケンヨウさんというアーティストさんが来ていただいて、うん、まあ、1日目女性で2日目は男性がということでやってたんですけど、やっぱどっちもかっこよかったですね。かっこよかったですね。まあ、向こうの国歌斉唱かっこいい。2日目来た方すっごい歌うまかったですよね。あれが横須賀米軍基地の歌手の方らしいです。あ、へえ。そうなんだ。そりゃうまいわ。もうね、声がね、かっこいいの。
かっこいい、かっこよかったですよね。女性男性男性です。男性の低いのぶとい、ね、かっこいい、なんかこう洋楽のかっこいい声って感じの声で、うん、国歌をね、うん、歌ってらっしゃっても、かっこよかった。でまたその横に並ぶ選手たち、愛国心っていうのが強いんですよ ね。みんなもう目つぶって帽子とか手ここに当ててやってた、かっこよかったですね。もうこれがアメリカかっていうぐらい、ね、あとなんかこう十字切ってる方とかもいらっしゃいましたもんね、うん、こうなんかね異文化に触れましたね、うん、触れましたね、素敵だったな、楽しかったな、ね、はい、またね今度4月予定、第4回予定されてますので、4月ですね、はい、4月なんだ、この4月です。おお、寒いから4月です。そうですよね確かに寒いよ、はい、寒い寒い。いやでも来年もねまたたくさんの方にお越しいただきたいです ね。今度はもっとねわって盛り上がるようにね、計画していきますね。いやでも今回もだいぶ盛り上がりましたよ。そうですね、特に嬉しかったのが2日目のキッズタイムで、うん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 、地元の方がついにって言っちゃった、お越しくださりまして、地元の方が来てくださったんだ。なんかやってるよみたいな感じでこそこそっと見られてたのを、どうされましたって聞いたら、キッズタイムをとか開放を聞いてきたんですけどって言ってくださって、すごいすごい、嬉しい、ぜひどうぞどうぞと。でもやっぱりそう野球場に入る機会っていうのはやっぱり、うん、そうですね、うん、しかもまあ開放もともとしてないから、そこもあまり地元の方も借りることのできない球場なの で、なんか正直地元の人あまりあの球場自体の存在知らない人が多くて、もともとでも周りが工業地帯だから民家ないですからね、うん、そうだから ZA ボールパークって言っても分かんない方結構いますよね、うん、タクシーの運転手さんとかは あそこねって感じで、うん、あれあそこの坂上とかも坂上から あれのどこら辺って聞いてくれたりするか、タクシーの運転手さんとか知ってるんだけど、うん、普通の市民のあの五井の住民とか、うん、私の知り合いとかに言ってもそれどこみたいな、まあ、ZA ボールパークっていうのがまだ浸透してない可能性もありますね。名前違う方で浸透してるのかな、前市原臨海野球場とかだったので。そうなんだ、じゃあそっちが浸透してるのかな、そっちの名前だったら分かるかも、ね、だったら分かるのかもしれないですけど、でもあまり使わないから、うん、うんうん、そうですね、高校野球ぐらいでしかあまり、うん、あと千葉ロッテマリーンズの2軍の試合とかでしか、それも年に何回かしかやらないみたいな、あんまりね開いてないから余計ですよね、うん、そうですね、はい、では、先ほどあの優勝準優勝など3位まで発表したので、今度は個人賞の発表をしていきたいと思います、はい、今回はね結構同じチームがこう総なめっていう感じでしたね、優勝準優勝チームからね、そうですね、2名ずつなんで、うん、はい、では最優秀選手賞からいきたいと思います、はい、最優秀選手賞はアメリカの USA のアドリアティコ選手です。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。最優秀選手賞、最優秀 MVP ですよ。はい、うん、はいはい、そして優秀投手賞、こちらがフェデの山本剛選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。で優秀打者賞に、はい、アンソニーノリエイガ、エイガ選手が優秀打者優秀打者賞、言いづらいですね、で獲得されました。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてそして、本塁打賞に、うん、まあ先ほども、うん、恐怖の核弾頭として、うん、はい、はい、ご紹介しました、はい、フェレの鷲津正樹選手が見事本塁打賞を獲得しました。おめでとうございます。おめでとうございます。ホームラン賞って言っても柵越えではなくランニングホームランで、持ち味の俊足ですよ、うん、いやランニングホームランもすごいですよね。これは東京足立戦でした、覚えてます。うーん、もうみんな嫌がってましたね彼をどうにかしなきゃまず1点取られると、うん、じゃあ打席4回回ってくるんだったら4点は取られると、うんうん、はい、やっぱ取られました。取られちゃったか、早い、早い、早かったですね。早い、怖い、何なんでああいう人がプロに行けないの、ねえ、なんだろう、鷲津さんなんなの、もともと知り合いなんですけど、あ、そうなんだ、ちょっと何なの、本当に何なの鷲津さん呼びましょうよ、鷲津さん、 もう何なの、鷲津さんとえなりさん呼びましょう、はい、呼びましょう、呼んで、ね、ユッキーさんがずっとね、何なの、何なのどうしてなのすごいいい人なんです
やちょっとぜひね今度来ていただいてお話を。天然入ってるんですしかも。わあ可愛いそういうの。聞きたい聞きたい。面白かったな。じゃあ今度ゲスト出演お願いします。ぜひぜひ。ちょっと、ね、ネット片付けてる時の話なんですけど、ね。はいはい。2回ぐらいこう押さえてないとファサーってなっちゃうやつを2回繰り返す。ちょっと天然なんだ。ファサー。わしずさんが捕まったってみんなに。可愛い。いいですね。すごいいい人なんです。それ。面白い人。いやいいですね、はい、いやちょっと私もちゃんとお話できるの楽しみ。はい、また来年出ていただければと、ね、はい、はい、ぜひぜひお願いします。今度こそ抑えれるように選手全員で対策を、うん、ね、したいです。俊足をどうやったら抑えられるのか、ね、塁に出さなきゃいいってみんな思うんですけど、うん、あのバットに当てられると、うん、足速いから内野安打になるんですね。なるほどね。それを焦って悪送球になって三塁まで行かれると。そっかそっか。だからそのポンって飛ぶ球よりもその瞬速の方が速いっていうことですよね。そうです。すごもう怖い。和田さん怖い。でもこう全体的にこうチームメイトみんながこう底上げしないと難しいですね。そうですね。そう考えるとね、またバットに当てる力だけじゃなくて持っていく力もあるんですよ。うーん、一緒に練習した時、球場で柵越えを打ったことある方なんで。すごい。本当力もある、ね、はい。もともと大学でベストナインっていうリーグ戦の9人こう選手各ポジションから選んでいくっていう中で選ばれたこともあるような。めっちゃすごい方じゃないですか。もともとすごい方なんで。なんでプロに行かなかったんだろう。プロのレベルがやっぱりそれ以上に高かったってことなんですね。そんなにすごくて、はい、すごい方なんで。そう、わしずさん、ぜひ来て。ぜひ来てください。ぜひ来てください。ぜひえなりさんこと ね DJ マサもお呼びしたいと。 ね一緒にね、はい、えなりさんもすごい優しい方で。ボロクソに言われましたけど。あらあらあら。先輩にボロクソ言われました。愛情ですね。アスラジもっと頑張るよって。シーウェブのねアスラジとして先輩ですから ねやっぱね、うん、見ちゃうんですよこっちも視聴回数とか。うーん、すげえなーって。いやいやいや、私たちもこれからですよ。これから ね頑張ります。はい、ですよ。たかだか100回 あの回数の差ですので。いや100、うん、そうですね、たかだか100なんで。いやいやそうだね。頑張ります、はい。まあ頑張っていきましょう、私たちも負けずにね。はい、はいはい、まあ、これにて無事に第3回フューチャードリームカップも閉幕いたしました。はい、皆さんはいかがでしたか。フリータイムとかね、まあ、フリー、キッズタイムとかね、とかね、パフォーマンスとか。1日目がちょっとねパフォーマンスできなかったから見れなかったですもんね。でも2日目をファンクドライブフォクシーとドロシーの2組とケンヨウさんがねんが歌ってくださって。ケンヨウさん途中すごかったですね、プロだなっていうのが。いや本当にねプロだった。反響しすぎて音が拾えなくなっちゃって、そうそう、もう自分の歌なのにたどたどしくなっちゃって、じゃあもうマイクなんていらねえと。そう、この声でもう地声で歌ってやると。これでもう歌ってて、私以前にもケンヨウさんのライブ実は見たことあって、あのイベントで私も出てたイベントにいらして、一発目で歌ってらっしゃったんですよ。ですごい覚えてたんですよ。だからなんか会った時に、なんだっけな、ケンヨウさんって名前聞いたことあるし、この人なんか見たことあるんだけど、なんだっけなってずっと思ってて。お久しぶりですにはならなかったんだ。じゃあちょっとそこまで会話なかったので、控室とかでも。だからなんだっけな、知ってるんだけどどこだっけなみたいな、うん、でまぁ、ちょっとあの大元のつながりの場所が、はいはいはい、のパティとかなんかあったのかなぐらいに思ってて、うん、で歌を聴いたら、あ、この曲聴いたことある、あれだと思って思い出して、あの時にじゃあ脳内覚醒してたんですね。あの時にあの MC をしながらめっちゃ思い出してました。あ、これだこれだと思って、後からめっちゃその話で盛り上がったんですけど。そう、なんかやっぱすごいパワフルですね、遠洋さんは。またね、ファンの方もね、ね、わざわざ来ていただいたんでくださってね。女性の結構高齢っていうのかな、うん、そうですね、親子だったのかな、わかんないですけど、お二人連れてね、いらっしゃいました。その時あの僕他の方とあの放送室で CD のあれやってたんですけど、なんて言うでしょう、高齢の女性から、うん、年上の女性から好かれそうな顔をしてるよねって話してる。うーん、母性本能、そうですね、すごいイケメン、そうなのかな、イケメンですけど、なんかこう幼いっていうんですか、
ああ、なんかベイビーフェイスっていう。ベイビー、そう、ベイビーフェイスです。でもちょっと思ったよりも年上って私はちょっと衝撃受けました。ちょっとびっくりしましたね。そうって思って。私と同じくらいじゃなかったの、うん、みたいな。2、3個上かなと思ってた ねえ、思いましたよね。どうって思って。めっちゃ生意気な態度取ってしまいました。あら。仲良くさせていただいたのでね。はい。まあ、お会いしたかったな。十時出勤ですもんね。いつぶっ込まれるかなって思いました。いや、十時出勤ですよ。あれおや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 、7時出勤の話ね、はい、おや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 、あれ来ないよって中脇さんから言われて電話してみたら1回目出なくておっと思って、うん、おっと思ってあ完全にやらかしました。聞いてもらっていいですか。許可しましょう。あの前日ライブ です、ね、帰ったのが遅かったんですよ、はい、でこれはもう起きれないと思ったから、うん、2時間ぐらいしかもう寝れなかったんですね、うん、時間的に。だから私はうちヨガマットがあるのでヨガマットの上で布団に入ったらもう絶対起きれないと思ったからヨガマットの上で電気をつけっぱなしで布団もかけずに、そしたら絶対寒さで起きるだろうなと思ってヨガマットの上で私は丸まって寝たんですよ、うん、そこまでは覚えてるんですね、うん、で朝こう携帯のバイブ音で目が覚めて、うん、はっと思ってなんかユッキーさんから LINE 入ってて、うん、へっと思って時計見たら8時でと思って私はベッドの上にいたんですよ、うん、起きたら、うん、わー記憶になくて、記憶にないんだ。私ヨガマットの上で寝たはずなのになぜベッドの上にいるんだろうみたいな。わ本能だ、本能だ、本能でベッドまで行ったんでしょうね、うん、もう本当にすいませんでした。おお本当にすごいね。やっぱもう本当に寒さにきっと耐えられなかったんだろうね。ダメだよバスタブで寝ないと。あ、そうか、私もバスタブで寝ればよかった。そう、バスタブですよ。バスタブで寝ればこんなことにはならなかった。5分で寝れるしすぐ起きれますよ。それはすぐ起きれると思う、うん、いやバスタブに本当にね、クッション2個だけ持って、そうクッション2個だけ持っていけばなんとかなります。そう、うん、次回からそうします。バスタブで寝ます、はい、バスタブで。そうだ、次からは。いやもう本当すいませんでした。もう次の教訓ですね、はい、バスタブで寝る、ベストベベベベ寝る。でなんかそう2日目も初戦がこうアメリカのチームの大会だった、うん、試合だったので、うん、もうあの嵐くんがね今回そうですね、英語を、ね、やってくれた DJ の子が嵐くんっていう子だったんですけど、うん、嵐くんがこうやってくださったおかげで、うん、なんとか事なきを得ましたが、かっこよかったですね。ね、本当にかっこよかった。ペラペラでした。でもディズニーランドでしたよ。ディズニーランド。わかるわかる。わかりますよね。うん、わかる。ディズニーのあのなんか普通に喋った後の、うん、あの、そうそうそう、本当ディズニーだった。ね、本日はお越しいただきありがとうございます。あまり行かないからわからない。This and gentleman, no gentleman, welcome to the magical みたいな。そんな感じだった。本当にかっこよかった。同じ声だからね、また。ねえ。そう、日本語で言った後の同じ声で英語で。そうそう、よかったですね。いやもうなかなかいい経験をいろんな意味でさせていただきました、はい、早くもエンディングの時間になってしまいましたね。はい、はい、今週はいかがでしたか。いや10時出勤かと思って、うん、はい、そう、もう何も言えないですね。それに関しては電話出ないなって。いやもう私も本当にすいませんでした。バスタブですよ。いやそう、バスタブですね。バスタブで寝るっていうのを今日は覚えました、うん、はい、そうですね、うん、その日はもうお風呂に入らない。そう、バスタブはもう寝るためのもの。バスタブで寝て起きたらそのままシャワーに切り替える。それもいいですね。今度から私そうしよう。タイマーで水が出る機能できないから。それ欲しい。クッションびしょびしょじゃん。まあ、もうだからもうクッションびしょびしょにしないためにそのタイマーより早く起きなきゃいけない。起きなかったお前が悪いって。そうやだ。そんなの。もう着てるパジャマとかもびしょびしょっす。強制的に。それも絶対起きるな。絶対起きる。 100% 起きる。次からそうさせていただきたいと思います。一歩間違えたら命に関わるので真似しないでください。ね、冬はねちょっと危険。ちょっとね、危ない危ない。はい、お湯がいいですね。お湯、いや、うん、お湯がいい。熱いお湯はやめてくださいね、やけどしちゃうからね。あ、子供の40度ぐらいの、40度ぐらいのちょうどいい。あ、じゃああれにしましょう。こう水かさが上がってくるやつ。溺れるやつ。結構マジで命に関わりますね。いつの間にかもう服着て使ってるみたいな。重い重いな。あれみたいな。それちょっとあの命には関わらないように気をつけてくださいね。温、はい、まって寝ちゃいます ね、はい、それ逆に問題、はい、湯当たりしちゃいます、ね、湯当たりしちゃうね、うん、のぼせちゃう、はい、はい、ではここで告知がございます。はい、はい、どうぞ。まあ、大会無事に終了しまして、うん、ご協力いただいた企業
学校の皆様方、本当ありがとうございました。ありがとうございました。また来年頑張りますので、なんていうんですか、ご協力のほどを、はい、今後ともご協力をよろしくお願いします。そして、はい、まあ、もう大会もう終わったんで、東京ドリームガールズでは選手を募集してます。はい、ぜひ野球やりたい女性の方、ご連絡ください。Facebook、Twitter、ホームページ、東京ドリームガールズで検索していただければ出ますので、はい、ぜひご気軽にご連絡いただければと思います。はい、お待ちします。お願いします。あ、ユニフォームできました。おお、届きました。今度ね、女の子たちごと持ってきてくれるからね。はい、あ、そうですね。あ、そうなの？そうなの？女の子たちごと。あの、私約束取り付けてきたんで。わあ。いつに出るかを交渉中です。いつかな、私いるからって言っといてください。はい、冬休みとかかな。あ、いいですね。23日来なさいよって、祝日だから来なさいよって。来なさいよって。そうかそうか、祝日、そうか、23日祝日。祝日ですよ。23日かな。はい。まあ、ちょっとね、挑戦して今度来なさいよ。来たいと思います。来なさいよ。出てこいや。出てこいや。はい。次。はい。はい。はい。私、水野いつみは12月に舞台公演があります。はい、こちらですね。はい、持って。はい、はい。はい、持って。はい、はい、そのまま持って帰ってね。ありがとうございます。はい、シュレディンガーの家と哲学的な家族たち、ザ・パークというマプロデュースの公演ですね。12月の2日から4日、千歳船橋にありますアポックシアターというところですね。40人から50人入ったらまあいっぱいの劇場で、もう役者の芝居が間近で見られる舞台となっておりますので、うん、ぜひぜひお越しください。ちょっとね、哲学的な家族たちっていう、こう、なんだろうな、まあなんかいろいろとこう考えながら、ああなのかな、こうなのかなっていう推理をしながら見てもらえる作品になってますので、うん、なんかもう一癖も二癖もある脚本を今稽古でどうしよう、ああしようと言いながら稽古してますので、ぜひともその姿を見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。楽しそう、うん、おしゃれな、シュレディンガーの家と哲学的な家族たち、もうチラシもね、おしゃれなね、おしゃれですね、うん、すごいおしゃれ、素敵、うん、今日なんか服と色が合ってますね。そう、なんかね、たまたま、あ、これを狙ったわけでもない。そう、全然狙ってないけど、あ、これ一緒だと思って。あれですよね、サンパチナグリーズのオレンジ担当ですよね。そう、オレンジ担当なんです、私。それも狙ってない。ね、狙ってなかった。おー、オレンジが好き。オレンジ担当になってからオレンジに目が行くようになった。あー、そういうのありますね。あるある。それかもしれない。わかります、わかります。でもすごい似合ってます。やった、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に私も告知をさせていただきたいと思います。はい、来月、あ、これちょっと待って、やめます。あれ、ごめんなさい、まだだ、まだちょっと内緒だった。楽しみにして、小出しにしてるから。女優タレントで今活動しておりまして、ツイッター、インスタ、フェイスブック、ブログ、 YouTube すべてしーちゃんのゆるゆると検索していただくと私の情報すべて出ますので、よかったら検索してみてください。はい、会社などもちょっとやっておりますので、うん、そちらについても書いてありますので、ぜひ検索してみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そうそう、お時間ですね。はい、はい、では皆さんと来週お会いするのはまた来週となります。はい、11月の9日かな、9日水曜日ですね。はい、ごめんなさい、15時にこの番組でお会いしましょう。はい、お送りしたのは番組パーソナリティのしーちゃんこと栗原しほと、アシスタントのいつみこと水野いつみと、アシスタントのゆきこと石川ゆきひろでした。この番組はジャパンスポーツコミュニケーションズ、地方道エージェント株式会社、有限会社一難経営サポート、ルーツベースボールアカデミー、ヒーローズスポーツコミュニティ株式会社、真剣野球塾、ホーリーブランカ、トレジャートレーディング株式会社、株式会社宮坂気象、加藤電機株式会社、ステップ系スポーツ、吉岡クリニック、トトロ整骨院、日本野球指導者協会の提供でお送りしました。また来週。また来週です。